さあ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました youtube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いいたします今日はですね今シーズンこれから始まるシーズンの僕のですねレッスンのスケジュールだったりとか受付を昨日からあの開始スタートさせていただいた次第です なので本日のこの YouTube スノーボード大学の動画はシーズン中にある僕のこのレッスンの内容とかをこういう形で進めてますよという形をちょっとあの解説、えー、説明させていただきたいなと思いますので、えー、今年ちょっと習ってみようかなっていうふうに思っている方は是非今シーズンはまず大きく分けて3つのタイプのレッスンの仕方を組んでおります。 まず、えー、とプライベートレッスンそして、えー、とワンデーキャンプ、えー、一日のキャンプをいろいろいろなところでやるとあとは週末連続レッスンという形で基本的には週末2日間もしくは3日間を連続で日程組むことで、えー、連続、えー、したレッスンを受けてもらうレッスンさせてもらうことでもう格段な上達を目指すというような形でこの3つのレッスンプログラムを組んでおります。でまず 内容なんですけれどもプライベートレッスンは本当にプライベートなので朝お会いしてどんなことやりたいですかとかどんな悩みがありますかとかっていうふうに本当にやり,とやりたいことがあれば何でも構わないのでそれに対してじゃあっていう形でどんどんレッスンを進めていくという完全もう、えー、パーソナルという形でやっているのがプライベートレッスンです。 もちろん何がやりたいかとか自分のどこが悪いかとかがそもそもわかんないんですよっていう方も結構多くいらっしゃるのでいやそんなことよりもとりあえず滑り一本見て青木さんから見てちょっとどんな感じかアドバイスもらっていいですかそんな内容のレッスンも結構多いのがプライベートレッスンの中身となっておりますそしてワンデーキャンプっていう一日のキャンプをいろんなところでやりますよっていうのを今年も 開催いたしますまずこれ12月の1回目の、えー、同日は丸沼で僕が初めてやるキャンプにもなっていくのでちょっとオープニング、えー、価格プライスという形でしょ、えー、ちょっと、えー、申し込みもしやすいような金額で設定しておりますけれども基本的には僕が考えているカービングターンのことを こうやって僕はベースの考え方があってそれに対してこうやってテクニックを組み立てることによって今こういう滑りをしているのでまず僕のベースの考え方を知ってもらってそれをヒールサイドだったらトーサイドだったそしてそれぞれの切り替えの時にはみたいな形できっちり解説させていただく。で僕自身がここをこういうふうに体を動かしてこうやってやってみてるのでやってみてくださいとかブーツのこの辺にアプローチするようにとかっていう形で。 僕がやってることを噛み砕いて解説するので基本的に連続ターンができるよっていうぐらいのレベルであればもうキャンプ参加大歓迎でございます。 で連続ターンができるぐらいの人であれば1日キャンプ参加していただければまあカービングっていうものがこういう感じだよあ,あこれがカービングなんだっていうのがお伝えできるようなレッスン内容がお届けできるんじゃないかなと思いますのでぜひともですね普段 YouTube 見てるけどちょっとあの実際に滑り見たいし滑り見てほしいしキャンプ参加してみようかなと思っている方はこの1日のワンデーレッスンっていうのが非常に参加しやすいようないろんなところでもやりますよという形になっておりますのでぜひそちらチェックしてみてみてください。 そして、えー、もう一つが「週末連続キャンプ」という形で「あ金、土、日」もしくは「土、日」の3日間もしくは2日間を使って連続したレッスン内容でお届けしますよと「金、土、日」と続くいてやるのでじゃあ昨日やったことに対して今度はこれをプラスワルファーしていくことでこういう滑りを目指しましょうと。なので今度体の動きはこういう動きもやってみましょうかっていうふうに。 前にやったこと昨日やったことに対して一昨日やったことに対してっていうふうに連続してレッスンさせていただくとやっぱり一日のレッスンを月に1回受けてもらうよりもバン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 っていうふうに日数連続で受講してもらった方がより深いお話までずっとしていくことができるので理解も深まりやすいんじゃないかなというふうに考えている次第です。 こんな形でちょっとやりたいことがあるからぜひこれちょっとやりてるようやれるようになりたいんだよっていう方はプライベートレッスンを申し込みいいたたただけたらありがたいですそして青木麗が考えているカービングのことをちょっと一から組み立て方とか組み立ててる感じをしっかりと把握して自分自身のカービングテクニックの上達にしっかりと役立てたいんだよって思っている方はワンデイキャンプぜひともお申し込みいただければ嬉しい限りですそしてカービングをベースにちょっと 一気に週末使っっててななるべく上手くなってたくさんの情報を持って帰って自分の宿題みたいなものも非常に数多く手に入れるために金土日もしくは土日っていう週末を使う連続のキャンプとそういった形で展開を行っておりますのでご自分の興味があるところスケジュールが合うところ場所が近いところ是非是非雪上でお会いできたら嬉しい限りです。 今シーズンもスノーボードのカービングをメインに、スノーボード全体的な上達を僕自身も目指していきますので、また新しい発見を今シーズンのこのレッスン体制の中でどん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 んお伝えできるように頑張っていきたいと思います。ぜひ雪上で会えることを楽しみにしておりますので、引き続き青木玲の YouTube スノーボード大学、そしてレッスンの雪上でのキャンプよろしくお願いいたします。それではまた。スノーボーダーの青木玲でした。